体が動きませんから、もう初級から行くつもりで用意してません。ありがとう。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。急遽すみません。今度の大震災なんかでも、みんなが頑張らないかんところで、やっぱりスポーツの力で、まあ、野球を通じてで、ファンの皆さんの力をいただいてね、で、日本の復興に少しでもね、力になればと思ってます。肩はね、キャッチボールする時間があったんで、できたんですけども、精神状態が非常に悪くて、今でも心臓が高ぶっちゃってて、息苦しいです。1回目はね、ある程度心構えができてたので、余裕はあったんですけども、今日はとにかく、初球に、ストライクを取る、それだけですね。日頃現役の時もそうですけども、ピンチヒッターならずね、リリーフってほとんどしたことがないし向いてないので、どうなるかと思いましたけども、初球広田さんにヒットを打たれて逆にほっとしました。交流戦ももういよいよね、少なくなってきましたけども、交流戦ではね、いい状態がライオンズ続いているので、とにかく残り試合を全力で戦って、貯金を増やして、ペナントに、また入っていきたい、行ってほしいと思います。